日米通算4367安打という異次元の記録を残し、2019年に28年間の現役生活に幕を下ろしたイチロー選手。その類稀なバットコントロールで数々の記録を打ち立てました。また持ち前の強肩と俊足を武器に、守備でもファンを魅了する活躍を見せた日本を代表するプレイヤーでした。そのイチロー選手がすごいと称賛したのが、プロ野球で3度の三冠王に輝いた経歴を持つ落合博満氏です。今回は希代の天才打者イチローから見た三冠王落合博満についてまとめます。日本では落合さんくらいしかいない。現役通算で4000本を超える安打を放ったイチロー選手。広角に打ち分ける技術はもちろん、ここぞという場面では長打も狙うなど、技術とパワーの両面を見せていました。そんなイチロー選手から見た落合選手のバッティングの凄みとは何なのでしょうか。かつてタレントの北野武さんと対談した際、イチロー選手はこう語りました。僕は落合さんのバッティングがすごいなと思って、参考にしたかったのが、インサイドのボールをライト前にポトって落とすんです。緩い球を待って、速いまっすぐをどうヒットにするかっていう技術なんですね。落合さんはそれができた人だと僕は思ったんです。なぜ落合選手はこのようなバッティングをすることができたのでしょうか。イチロー選手によれば、詰まることを恐れていないからだと言います。さらにイチロー選手は別のスポーツ紙のインタビューで、落合選手のバッティングについてこう語っています。最後の最後までグリップがトップの位置に残っている選手が打席に入ってくると、ものすごく守りにくいし、ピッチャーも絶対に嫌なはずです。バッターがピッチャーと対戦するときに一番嫌がることは、詰まらされてしまうこと。それゆえバッターは対戦するピッチャーの一番速いストレートに振り遅れることがないよう、タイミングを取っていくのが一般的です。一方ピッチャーはストレートと変化球を織り交ぜて、タイミングをずらしていきます。こうしたピッチャーとバッターの攻防において、詰まることを恐れないのは、バッターにとって大きなアドバンテージ。ヒットを打つ技術の一つであると、イチロー選手は語っています。また、メジャーを代表するプレイヤーで、ニューヨークヤンキースで活躍した、デレク・ジーター選手も同じタイプだと言います。とにかく相手にすると嫌な選手なんです。何が嫌なのかというと、まず空振りをなかなかしてくれない。それは彼がステップしても最後までグリップが残っていて、バットがギリギリまで出てこない選手だからなんですよ。しかも詰まることを恐れない。詰まらされるとピッチャーに負けたという意識を持たされるから嫌がる選手って多いと思うんです。でもそれを恐れなければいろんなチャンスが生まれてくる。例えば僕が2ストライクに追い込まれてからのインサイド高めをレフト前に持っていく作業は、そういうチャンスを生かしたものなんです。イチロー選手曰く、詰まることを恐れなければ、2ストライクに追い込まれた後に、インサイドを意識する必要がなくなると言います。詰まるのを嫌がるバッターは、インサイドを意識するあまり、アウトサイドのボールを見逃してしまうことがあるため、仮にバットを出せても、いい結果にはつながりにくいのです。詰まることを恐れなければ、アウトサイドのボールを待ちながら、インサイドの厳しいボールを詰まりながらもヒットゾーンへ打ち返せるのです。イチロー選手は詰まることを恐れないジーター選手を、そういう選手は穴が少ない。どんな球でも当てられる能力を持っているから、いつも次のチャンスが巡ってくることになる。バッテリーとしては厄介ですよね。せっかくいい球を投げても当てられて、次にまたいい球を投げなきゃいけない。メジャーにもいいバッターはたくさんいましたけど、穴もたくさんあります。でもジーターにはそれがなかったんです。と称賛していました。さらに日本球界でジーター選手と同じようなバッティング技術を持っていたのは落合選手くらいだったと、改めてその技術の高さを称賛したのでした。イチロー選手と落合氏は1999年に対談した際、キャンプ中のイチロー選手のバッティングを見た落合氏がフォームの問題点を指摘する場面がありました。出来上がりとしたらシーズンを100としてどのくらい？ものすごく心配なところがあるから、と切り出した落合氏に対し、イチロー選手は、まだ50、60といったところですかね、と控えめに答えました。さらに落合氏は、心配しているのは俺だけだと思う、と前置きしつつも、イチロー選手のグリップの位置を指摘しました。トップと呼ばれるバッターがグリップを体から一番離して力を貯める瞬間が、低くて浅い、と落合氏は感じていたのです。トップの位置が不十分だと、
バットスイングで十分なパワーを生み出すことができず、様々な速度のボールに対応できなくなってしまいます。イチロー選手にとっては致命傷になりかねない部分でした。そこから二人の深いバッティング談義が始まり、その場をセッティングしたテレビのスタッフたちはほぼ置き去り状態。そしてひとしきり話が終わると、イチロー選手は、ありがとうございました。自分じゃなかなかわからない。体では感じながらも見えないですからね。なかなか気づくことができないので、と落合氏に感謝の言葉を述べていました。イチローと落合の決定的な違い。日本最高の右バッターが落合氏なら、左バッターはイチロー選手と言っていいほど、二人はバッティングにおいて至高の存在でした。それゆえ現役時代の二人は、チームにおいて孤高の存在でもありました。アドバイスをして二人の成績に何かしらの悪影響があってはならないと、コーチたちが指導を躊躇するのも頷けます。実力と実績がものを言うプロ野球の世界。自分より圧倒的な成績を残している二人に対し、物申すことを遠慮してしまう指導者も当然いたことでしょう。イチロー選手は首位打者を獲得した経験を持つ新井博雅氏の下で振り子打法を完成形に磨き上げていきました。そして何年にもわたってタイトルを取り続け、メジャーでの年間最多安打記録を樹立。追いかけるものは自分の理想だけとも言える前人未到の領域に到達してしまったのでした。落合氏もまた日本球界で3度の三冠王を獲得。自分が求める形を追求する中で一緒に寄り添う指導者と出会うのは難しかったことでしょう。天才と呼ばれた2人だからこその悩みだったのかもしれません。一方で監督、指導者としての考え方については落合氏と一郎氏では違いがあるようです。現在アマチュア球界の指導にあたるなど後進の育成にも力を入れ始めている一郎氏。しかし将来的な監督就任については、監督は絶対無理ですよ。絶対がつきますよ。人望がない。本当に。人望がないですよ、僕。それぐらいの判断能力は備えているので。と、引退会見で否定しています。なぜこれほどまでに明確に否定したのでしょうか。イチロー氏は自分が監督をできない理由について、監督に必要なある資質を挙げました。失敗を前提にしなくてはいけないという、それを受け入れる資質。うまくいくことを前提にしていたら、それこそストレスで気が狂いますよ。だっていかないですから。これまで成功体験を積み重ねるために、不断の努力を続けてきた一郎氏。選手や戦略の失敗を受け入れながらの監督業はできないと感じているようです。一方の落合氏は監督として中日を率い、長期にわたり安定した成績を収めた名将です。しかも現在でも多くのチームで監督就任が噂される存在です。そんな落合氏は監督の存在について質問された際、負けるっていうのは監督の采配が悪いから負けるのであってね。選手はそこで一生懸命やってくれているから、選手を怒ったことはないしね。そこで結果を出せない選手を使った監督が悪い、と答えています。監督時代は選手たちが自分の表情によって精神的に揺らぐことを嫌い、ベンチの中ではポーカーフェイスを貫いた落合氏。その一方でホテルの食事会場では選手たちとよく野球談義に花を咲かせ、キャンプでも期待する選手を厳しいノックで鍛え上げました。選手の失敗を前提にできないとする一郎氏に対し、選手に厳しく接し、失敗を受け入れ、責任を一身に背負う落合氏。それぞれ違いはあるものの、自身の理想の指導者像を持っているようです。それでも今後、イチロー氏がアマチュア球界へ指導を行っている中で、その考えに変化が現れるかもしれません。すでに高校野球界では指導に携わったチームが甲子園大会で軒並み好成績を残すなど、早くもイチロー効果が現れ始めています。プロはま問わず、イチロー監督が誕生すれば、その注目度は計り知れないでしょう。現役時代、高いバッティング技術を誇った落合氏と一郎氏。指導者としてのキャリアにはまだ大きな差がありますが、一郎氏が追いつく可能性は十分にあります。いつか落合氏と一郎氏の深すぎて細かすぎるバッティング談義とそれぞれの野球理論を私たちに聞かせてほしいものです。